はいどうもー、はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。では毎週頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょう。はい、トミーです。サンタです。はい、お願いします。はい、新鮮ですけどね。いやそう、新居です。こっち何あんの？何もない。まあ大食い企画久しぶりにやろうかな。やろう。まあ新居に来て冷えそうじゃない、体張るぞっていうところもちゃんと見せたいなと思って、はい、すげえな、ほんとにこれやばいぞ。だけで言ったらトミーと貼るよね。貼るね。だってすごいんですよ。チョコが置いてあったらちゃんと均等になくなるもんね。そうそう。で俺一気に食えるから、うん、でそれをちょっと見せたいなと思って。そうなんだよ、早いんだよ。聞いたのがチョコって人の体重の1割食うと死ぬらしい。リボディも貼ってない。あ、早飲んでいい。なんで？じゃあ二日やで。じゃあ俺のリボディだからこれ、うん、じゃあ食います。全然美味しい。いや、そりゃそうだ。美味しいよね。しかし、小さそう。はい、ちょっと飲みました。あー、なんかさ、温めてさ、飲み物のチョコにしちゃえば。うん、死んじゃう。いや、死ぬ動画だよ。死ぬ動画でチョコだよ。なんで死ぬことを恐れてるの？死にたくない。鍋で、鍋です、ね、普通の鍋。あの、IHのものじゃないよ。おいしい。俺でも本当にこの才能あると思ってるの。ああ、確かにね。何歳まで生きたいのか。生きれるだけ生きたいよ。怖いもん、痛いもんとか。俺37って決めてるから、37までって思うから早く美味しいものいっぱい食べたくなって思えるから。はい、37って思ってる。うん、死んじゃうじゃん。38歳でめっちゃ美味しいもの食えるとしたら、37までめっちゃ美味しいもの全部食う。これ全部好き、本当に。白いダースが一番美味しい。ガーナ以外。なんでガーナダメだって。何が大きいんだ。血圧で死ぬなら俺が死ぬから大丈夫。バーンってな、超眠くなったりする。えぇ、ー、怖っ。だからそれはそうじゃない、だってとか言ってやばいな。あー、きつい。7行こう。あー、きつい。きついって言うのなし。次きついって言ったら1000円高っ。じゃあれですね、じゃんけんで勝った、負けた方がこれずつ食べる。ああ、いいじゃん、そっちの方が。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、行くでしょ。最初はグー。なんで落とすの。うわ、最初はグー、じゃんけんぽい。最初あげ、じゃんけんぽい。なんで落とすの。おいしいな、ガーナ。うまいな。やっぱ味ちょっと違うね。味違うね、クリーミーやね、うん、置かないで。もうじゃんけんぽい。じゃんけんぽい。早く、は早く、は。おぉーし。嬉しい。鼻水が止まんなくなってた。鼻水が止まんない。すみません、1個かけますか。はいよ。最初はグッ、ヤンギぽい。やだやだやだ、無理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 。はい、もう入ってくる。おい、ボロボロすんなよ。おい、やばい。リスじゃん。いや、こんな残すの違うよ。こんな残すのは絶対違うよ。それはめっちゃ違うぞ、お前。だってお前ガーナみたいな服着やがって今日。いや、5キロだよ。5キロ食えねえもん俺、何でも。何でも5キロ食ったら俺死ぬもん。最初はグッ、じゃんけんぽい。あいこでしょ。うん、あいこでしょ。もう負けらんねえ。あいこでしょ。無理だよ、気持ち的には。いや、なんでこんな買ったんだよ。全然頑張ってない人だよお前。カンタがね、
カンタが食べるのきついって言って飲み物飲みたいらしいんで、今から僕がこれとこれで、あの、チョコをね、飲み物にしたいと思います。これね、チョコレートを牛乳で煮詰めたもの。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ佐々木お前やってよ、これ飲み出して。飲んだ、いや飲むけどな。佐々木本気出してやる。いいから飲んでハハハ。多分ね、あっちあっちから来てない、あっちから来てない、全然来ないな。はいはいはい、致死量は食えないっていう。食えないと、多分だから致死量なんだけど、あれは言い過ぎ、絶対致死量は食えない。はい、ということで以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。はい、チョコうまい、うまいです。